のメンバーでございますけども、本当にいろいろとね、いろんな話が聞きそうでございますが、楽しみでございます。さあ、それではですね、これから各分野のトップアスリートの皆さんと様々な体験でも行っていきたいというわけでございますが、その前にお声聞きたいですよね、皆さんね。改めて簡単な自己紹介を右京さんからいくんですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。元 F1 ドライバーというね、形で紹介していただいてますけども、チーム協代表の片山右京です。今はですね、もうスーパー GT の方の監督とか、それからチーム右京というロードレースの方のですね、監督をやってて、現役ではないんですけども、まあ、個人的には山登りとかですね、もう挑戦してますんで、短い時間ですけど楽しく皆さんお付き合いよろしくお願いします。チーム右京、キャプテン、加納智也です。自分のチームは右京さん結成してから3年目になるんですけど、去年は良い年で、ジャパンプロツアーという日本一のツアーがありまして、それに優勝、個人で優勝、団体も優勝できまして、まあ、いいシーズンを終えて今年に入ったので、今年は本当に右京さんともいろいろ話してるんですけど、世界を目指すためにアジアとかヨーロッパに行こうと思ってますので、去年以上に応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。プロゴルファーの木戸恵です。今年は、日本で、今年のオフは日本で焦らずこうコツコツ練習しているところなんですが、2014年は前輪さんと頑張りたいと思いますので、応援の方でよろしくお願いします。前輪陸上競技部短距離の藤光健二です。いつも皆さん応援ありがとうございます。皆さんの応援の会もありまして、去年世界選手権の方にも出させていただいて、まあ、そこでようやく自分のきっかけをつかめた年になったと思いますので、まあ、今年も、アジア大会だったり、新しく始まる世界リレーという大会もありますので、まあ、その、あたりをしっかり、出場できるように頑張っていきたいと思います。皆さんお疲れ様です。今年で入社15年目になりました。専門種目の方は円盤投げやっております。今日はですね、いろんなこの企画があるんですけれども、私の背筋力をちょっとやるんですけれども、普段ウエイトトレーニングを主にやってるもんですから、まあ、今日は機械が喜んでると思うんですけれども、今日はですね、皆さんに度肝を抜く記録を出したいと思います。今日はよろしくお願いします。さあ、それではですね、早速最初の体験デモンストレーションでございます。こちら、プロが教えるパッティング技術&スイングの秘訣、拍手。これはもちろん木戸恵選手ですね。まずはドライバーショットのスイングを見せていただくということで、大丈夫です、お二人じゃないです、木戸さんにやってもらいます。そんな急にやらせませんよ、大丈夫ですよ。まあ、アドレスから最後のフィニッシュまで、はい、こう体の軸がこうブレずに聞いてますか、切るところを見ていていただきたいです、はい、体の軸がブレないようにスイングすればいいっていうね。はい、わ、はいはい、かりました。それでは見せていただきましょうか。はい、さあ、これ何も喋らないですよね。音とかでも分かるもんなんですかね。そうですね、音とかも、うん、なるべくこのインパクトからフォローにかけての左サイドで音がビュンってなるように、はい、素振りをしたり、まあ、球を打つ時ももちろんなんですけど、はい、されると、うん、距離アップにつながります。いいです、どうぞ。お、あれ、おどうするよ、これ。いや、嘘のように、ね、本当に謙遜して昨日来てじゃないですか。このためにどうですか、気持ちは。緊張しますね。でも今なかなかやっぱり現役のプロから褒められたって嬉しいじゃないですか。うんうん、左手をまず持ちまして、そうですね、もうちょっと短く持って、この辺もう少し、もうちょいいきますか。うん、それぐらい、そうですね、で左手持って、で右手を、そうです、親指かぶせるぐらいに、そうですね、そういう感じで持って、そうです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 。で、こっち向いていただいていいですか、ショーン。そうです、そうです。あ、すごい綺麗です。で、足はだいたい肩幅ぐらいに開きまして、そしたら、
前の方がやりをびっくりしてですけど、はい、ゆっくりでいいですよ。いきますよ。1、2、3っていう感じで打ってもらっていいですかね。はい、いきます。せーの、せーの、1、2、3。はい、ここ拍手お願いしますね。つながりが悪くなりますので。あらー、ですか、初スイングのご感想は。難しい、だんだん弾っこ解いてユーストリーム映ってます。大丈夫ですか。さあ、それでは1球目、ちょっと静かにして、ね、集中したいんですね。ちょ、我慢つかりました。やっぱり緊張する聞きました。うるさいって。いいですよ。ああ外しました。さあ、もう月田さん、お、ああ、ちょっと強かったかな。左手持ってみる、はい、持って、そうですね、もうそういう、はい、木戸さん、すみません、こっちの方で止まっていいですか。そうです、見えないですよね。めっちゃお尻でした、はい。お、うまい。おー、おいしい。あの二人、何なんですか一体。おいしいな、すごい振りですね。さあ、いけない。あー、これは全然、ね、全然全然ね、まあ、お父さん見てると思ったんでしょうかね、やるとさあ、それでは続いてまいりましょう。続いては体験デモでございます。こちら、プロの脚力を体感、本物のロードレースバイクを体験しよう。拍手。これも加納選手ですよね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。これ自転車を漕ぐことによりですね、発電をする仕組みになっております。はい、発電された電気で、コンプレッサーを動かし風船を膨らますということで、あの風船を破裂させなくてよろしいですからね、バラエティ番組みたいにね。じゃあ、あのデモの方よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうね、加納さん。3、2、1、スタート。さあ、おー、結構な勢いで豆電球が光っております。かなりのスピードが出ている模様でございます。結構重いんですか。いやいや、プロでは、まあ、はい、やや重いです。やや重いです。皆さん諦めないで来てください。いやー、どうしますね。さあ、吉田さん、ずっと見ています。やみ上がりがきつい感じがしますが、さあ、そろそろよろしいでしょうか。はい、はい、終了。20秒ぐらいですか、今のは。いや、30秒近くやってると思いますけど、はい、まあ、近いですかね。これ実際どうですか、漕いでみて。結構重いので、意外と膨らみますけど、はい、意外とハーハーしますね。あ、プロでも。あ、いった、すごいすごい。おお、なんか飛んだ。はい、終了。素晴らしい、拍手。さあ、それでは参りましょう。3、2、1、キュッ。イエッ、ストライク。おー、おー、おー、ちょっと、もうちょっと。さすがでなー、アスリートの足、すごい。なんか、漫画で見たことある。漫画で足元見たことある、こういうの。なんか危ない。明けつけ不二雄さんの漫画とかで。はい、終了。すげー。さあ、続いてまたまた体験でも行きましょう。続いてはこちら、プロのバランス力を体感、現役アスリートの怪我をしない体作り。これはもう藤光選手、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、順番に、じゃあ僕からやります。いきます。はい、いきますよ。よっ、おい、おい、おー、はい、おい、おい、はい、投げる、はい、投げる、投げる、おい、おい、おー、はい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 、そうそう、そうそう、はい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 、おい、おい、はい、おい、は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 い、以上です。木戸選手もゴルフとかでは使われるんですか、バランスボールって。バランスボール使ったりします。なるほど、なるほど、はい、じゃあちょっとあの木戸さんにも体験してもらいましょうか。拍手でお願いいたします。まさかこれじゃないですよね。私はちょっと乗ることはできないんですけど、はい、違う使い方で、ゴルフはすごい体幹が、うん、あの大切 で、はい、で体幹とゴルフをこうゴルフの動きをこう連動させたので、受け取ってもらってもいいですか、はい、こうゴルフのスタンスを取って、はい、お腹を意識して、お腹からお腹でこう渡して、はい、あのやるのを、まあ、左右お腹からお腹で、これがこうあんまりぶれないように、ね、はい、まっすぐ綺麗に投げられるね。これ一応ゴルフもそうですけども、ね、はい、普段やっぱね、あの
歩いたり、ね、走ったりするときなんかも体幹鍛えてるとね、怪我したりしなくなりますから、これやっといた方がいいですよね。いいな、どこの散髪だよこれ教えてやと思う、はい、さあ、うん、はい、行きましょう。おお、反対もやってるの、反対も、反対も、こっからゴルファーの道ってもありますからね。はい、ジップラザライン、いや、いいね。バランスボールって結構いろんなスポーツでも使われるんですかね。昔僕たちの頃はね、あんなのなかったんですよ。なかった、ロッキーじゃないけど、普通に、ね、はいはい、山道走ってとかね、石ころ持ち上げてとかあったのが、今はでももうこういう科学的な、こうちゃんとそういう体幹を鍛えるとかってね、はいはい、もう進化してますからね、トレーニングもね。そうですね。最後の体験デモになります。最後の体験デモはこちらです。プロの基礎体力を体感、現役アスリートパワークラブ。まあこれは今日大活躍の畠山さんなんですけどね、はい、よろしくお願いいたします。でもそこになんかお嬢ちゃんいるから、お嬢ちゃんどう、今後ろ振り向いたお嬢ちゃんやってみない。あ、来た、ほらほらほら、君すごいな。お名前は？しないですか。はい、行きましょう。背筋力測定器を使ったパワー比べということでございまして、ね、ちなみにね、大人ですと130から155が平均だそうでございますが、そんなに出るんですかね。女性だともっと低いのかな。そうです、はい、100を目指しましょう。100を目指しましょう。よーい、ドン。おお、オッケー、グッド。おお、何キロだ、52キロぐらい。おー、すごい、はい、あー、まあ、すごいですよね。よいしょ、みさとちゃん抜けています。よいしょ、おお、子供ですと80ぐらいがね、もうちょっといける、あれなんですけど、もう少しいける、いく、やってみる。おお、いく、おお、いく、もう一回結構厳しい、行きました、お、行きました、まあ80、80、はい、おお、平均。4歳のみさとちゃんが今背筋力測定です。人生初です。おお、やる気満々ですよ。かわいい。はい、ご父兄の皆さんどうぞ前の方にお越しください。さあ、それでは参りましょう。みさとちゃん引いてください、どうぞ。よいしょ、お、80、もうちょっと、せーの、よいしょよいしょ、おー、息してね、息してね、息してね、あ、オッケー、さあ、みさとちゃん見てもらう、5キロですけど、まあね、はい、どうもありがとうございました。ずっと立ってますよね、ありがとうございますね。はい、畠山さん、はい、どうですか、今まで皆さん見て。やっぱりですね、皆さんこう手で引いちゃってるんですね。なるほど、手で引いちゃってる、はい、手に持ってるんで、こう やりがちなんですけれども、はい、全身を使って、足を使って引くんですね。なるほど、それもうちょっと最初に聞き上げたんですね。やっぱり皆さん、これ次やったらプラス3、40いくんです、ね、さあ、それでは、やはりね、畠山選手はどのぐらいの、ね、背筋力なのかってね、特に美里ちゃんが、あれ、美里いいよ、まだそれでは行きたいと思います。デモンストレーション、畠山さん、よーい、ドン。おし、おお、300超えました。できないですよね。おかしい、聞いたことがないですよ。さすがお弁当全部食べましたね、本当に。どういう鍛え方すると300キロいくんですか。そうですね、まあ、基本的にはですね、ウェイトトレーニングの中の、まあ、似てるやり方っていうんですかね、ハイクリーンとかですね、スナッチとかスクワットとか、まあ、それを基本的にやってると多分、なるほど、選手はいくと思います。なるほど、分かりました。じゃあ根本さん、どうもありがとうございました。美里ちゃんにも大きな拍手お願いします。そして畠山選手もありがとうございました。お席の方にお待ちください。